坂井。ああ、もう、わかった。わかりました。誠がこのままでいいって言うなら、私もこのままでいい。坂井。私は、誠を諦められないから、このまま、桂さんに渡したくなんてないし。うん。あと、ちょっと、こういうエッチもいいのかなって、思ったし。うんうん。でも、私、きっと、やきもち焼くからね。ああ、そうだろうな。だから、桂さんだけじゃなくて、ちゃんと、平等に、愛してね。ああ。ああ、そういえばさっき予令鳴ってなかったっけ。はあ、西園寺さん。ああ、桂さん。雪、降ってきましたね。うん、今日は冷えるね。今晩は先にお風呂入っちゃいましょうか。うん、誠の家のお風呂って広いよね。足伸ばして湯船に浸かれるのって最高。そうですね。ねえ、お風呂一緒に入らない？いいですよ。せっかくだから三人で入りましょうか。誠くんも誘って。それいい。あ、今日のお土産はケーキですか？え、うん、レモンカスタードケーキ。光の家、洋菓子屋さんなんだけど、その店の一押し。酸味が効いて美味しいんだよ。本当ですか？私もちょうどレモンケーキですよ。なんだか酸っぱいものが食べたい気分で。桂さんも？私も最近酸っぱいものに凝ってるんだ。一緒ですね。うん、なんでなのかな。エッチな後って甘いもの欲しくなるよね。運動するからでしょうか。そうかも。すごい運動量だよね。私たちでもクタクタなんだから、二人分相手にしてる誠くんはもっとすごい運動量ですよ。ほんと。そういえばそろそろクリスマスですね。そうだね。クリスマスどうします？ケーキ作って、三人でお祝いして、エッチして、って。それじゃあ今日と同じだよね。ですね。私、いいアイディアがあるんですよ。いいアイディア？うちのお父さんのコネで、榊のヒルズのホテルの予約って簡単に取れるんです。そうなんだ。だから、クリスマスイブは、三人でヒルズのホテルに行きませんか？ええー、三人で？三人でも悠々遊べる、とっても広いロイヤルスイートですよ。そんなのあるんだ。どうですか？私は嬉しいけど。じゃ、決まりです。ええー、誠の意見聞かなくていいの？誠くんはいいっていうに決まってます。本当に？だって、可愛い女の子が二人で、ホテルで一緒にエッチしましょう。誘うんですよ。そうだね。はい、断るわけないです。ホテルか、そんなところに着ていく服ないな。最近誠の家に入り浸りでバイトもしてないから金欠だし。私の貸しましょうか？桂さんのは胸元がスカスカで落ち込むから借りない。すみません。まあ、誠におごってもらっちゃおっかな。服ですか？そう、クリスマスプレゼント何がいいって聞かれてたのを思い出した。あ、そうですね。桂さんはクリスマスプレゼント何にするか決めた？私は自分で贈るものは決めてるんですけど、欲しいものはまだ。そうなんだ。誠くんに愛されてるだけで十分満ち足りてますから。ああ、そういうこと言われるとおねだりしにくい。あ、そうですね。じゃあ、何かおねだりするものを考えます。そうして。それで、
桂さんがプレゼントするものっていうのは、また高価なものなんでしょう。違いますよ。お金じゃ買えないものです。へえ、私と一緒だ。じゃあもしかして同じものかもしれないですね。そうかな。私のは誠くんと一緒に作ったものです。うわ、それ同じかも。やっぱりですか。そっか、カツラさんもできちゃったか。西園寺さんもですね。どうしようかね、二人して。私産みますよ。私だって。じゃあ一緒です。一緒だね。誠くん、なんて言いますかね。驚くよね。クリスマスイブ、すごく特別な夜になりそうです。ほんと。Cheers.